ここからは海老沢研究室の展示を見ていきたいと思います。こちらではどうやら目に関する展示が行われているようです。それでは行っていきたいと思います。目の位置2つと鼻の中心のこの三角形で平面ができますよね、はい、で顔の方向が矢印で出てる、はい、こういう感じです。顔だけですね。こういうことですか。上を向いています。運転に注意してください。主にですね、瞳孔を検出する技術を使った装置に関する展示を行っております。具体的にはどのような内容ですか。どこを見ているのかということを機械側が検知できる装置でしたか、車を運転している際の、居眠り運転ですとか脇見運転を検知する装置、あとは、手を使わずに入力できる、瞳孔マウスというものも展示しております。それは実際に今後活用されていくっていうことも想定されているんですか。そうですね、体に直接接触せずに、使える装置ですので、手の不自由な方ですとかあるいは運転中ですとかそういったところに、応用の可能性があると思います。はい、これ瞳孔マウスっていう装置になりまして、人の目の瞳孔を検出してそれが動いた分、パソコン上のマウスを動かすっていう装置になります。ですので顔を動かすだけで、パソコンの操作ができる装置になります。で、目を、ウィンクさせることによってそのマウスのクリックと同じですので、今文字盤がありましてそれをクリックすることによって、文字が打てるといった装置になります。今顔しか動かしてないですよね。そうです。それでカーソルが動いているという。ちょっと難しいですね。こんにちはって打とうとしたんですけど。でもコンまでいけてます。そうですね。難しい部分もあるの で、 そうです、ね、それを改善していくのが今研究しています。でも技術的にはもうそのクリックだったり、はい、その位置を検知するっていうところはもうできてるってことです。そうですね。はい。これ具体的にどのようなところで応用されるんですか。体動かなくてそのパソコンの操作とか手でできない人がこの顔だけで、まあ、入力できたりとか、あと、まあ、口ちょっと喋れなくなっちゃったとかで手動かない、その時にこういうもので、意思疎通できることが可能だと思います。瞳孔でマウスが動かせたり、大変注目の技術ですよね。今後どのように活用されていくのか注目していきたいと思います。